怒ってますよ。怒ってますよ、うん、はい。今日はですね、はい、怒ってます、けしからんと、そうですね、ちょっとあの DM をいただきまして、はいはいはい、インスタの方を、うん、ちょっと報告がありますと、離婚しやめようと思いますって、あ、はい、ちょっと言われてしまってというか、うん、僕の従業員じゃないんですよ、はい、幸之助さんに伝えたいですと、ちょっと報告したいですと、やめようと思いますと。で、まあ、具体的にね、こういう内容があってっていう内容が書いてあったんですけど、はいはいはい、まあ勤めだったんですけどね、うん、なかなかちょっとひどい扱いをされているのかなって思いましたね、はいはい、まだね、うん、そんなところがあるのかと、うんうん、ちょっと思ったわけです。あの、僕もちょっと読ませていただきましたけれども、うんうん、あの、残念なのがね、幸之助さんみたいな、はいはい、技巧士になりたいと思っていました。なあ、そうなんですよね。これがね、一番最初にいただいた言葉で、ね、そうそうそう、で最後には、うん、もうやめようと思いますと、うん、いう風になっちゃってるんでね。そうですね、非常にそこが残念でならない。そうですね、っていうことなんですよ。やっぱその今技巧士不足、うん、って僕らは思ってます、うん、でせっかくね、こんな前向きな意見の人なのにね、うん、こういう人を潰してしまうラボっていうのはどうなんだろうと、うん、もうちょっと本当に怒ってます。怒ってます、はい。ラボで、うん、まあ、働いていて、うん、まあ、ちょっとね、体調も良くなかったと。そうですね、いうことだったんですね、うんうんうん、でこっちに行ってねみたいな、あ、そうそうそう、感じで言われてたんですよね。だ、結局それをまあ報告して、まあ、体調がまあちょっと良くないからっていう報告したら、うん、まあ、じゃあそのラボさんが、じゃあこういう環境を作るから、うんうん、そこでやってみるかと。あ、でもそこまではまあいいと思うんですよ。うん、あ、なんかすごくその子のことを思って、あ、そういう提案してくれてんだなみたいな、うん、をちょっとまあ思いまして、うん、で実際、うん、そちらにまあ移動になって、うん、まあ、働き始めたと、うん、で、まあ、蓋開けてみたら、うん、全然働く環境ではないと。散々だったわけですね、そこが、まあ、話と違うと、うん、しっかりこういう環境を整えるからという話で、うん、そっちに移動になったけど、うん、まあ、全然違うくて、うん、こういう風にしてくださいとかね、うん、まあ、多分試行錯誤をしたんでしょう。そうですね、うん、まあ、それはちょっと聞いてくれなかったみたいで、うん、まあ、しまいには、そこの方の上司が、うん、全然そういうこいつが使えないからと社長に言ってるみたいなね、うん、なんかそんなことまでは言ってたみたいなね、ことも言って書いてあって、うん、僕が怒ってるのは、うん、でその頑張れる環境じゃない環境を与えておいて仕事できないって言ってくるね、うん、そのね、なんだろう、人間としてのやり方というかね。そうっすね、もう本当に環境を整えてあげるよ。まあそれはね、雇ってる方と雇われてる身で、うん、やっぱ雇ってる方が環境を整えるのは当たり前なわけで、うん、それもしないでね、うん、その人の力量をね、うん、ああだこうだ言うっていうのは、うん、俺も非常にね、許せないですね。なんかその方はね、その環境でも、うん、なんとかしようとね、自分なりにすごく頑張ったみたいで、頑張ってなんとか、まあ、ここまで来ればあともう少しで環境を整うみたいなところまでね、なんとかやったみたいなんですけど、心が折れてしまったと。このなんて言うんでしょうか、あえてね、うん、頑張れない環境にされて、うん、心をこう折らされてしまうようなね、うん、不本意な辞め方なわけですよ、この人は。そうですね、そこがね、ちょっと悔しくてならないというか。でこれは本当に、うん、今技巧業界なんてね、うん、ギって言っただけでね、うん、ブラックって出ちゃうようなこんなね、業界なんですよ。まあまあ、そうね、そんな業界ほどやっちゃいけないことですよ、こういうことは。そうですね、一番初めにね、まあ、こういう環境を整えるからと、うん、言わないでほしかったですね。であれば環境を整えられないんだったらああ、まあね、うん、そうですね、そうであればもう、うん、だったら他にね、勤めた方がいいとかね、そういう提案をするべきだったのかなと思いますけど、ね、そうですね、うん、提案は自分の中でも判断材料になりますもんね、うん、それだったら。いや、本当そう思いますよ。できないならやるなと、うん、やるって言った以上やらないと、うん、その方に失礼だしね、ましてやもう技巧士やめようと思っちゃってますから。本当ですよ、これはね、本当
僕みたいになりたいみたいな言ってくれる子にね、うん、怒りでしかないですね。そうですね、うん、まあ、僕らはねちょっとこの人みたいになりたいって言ってくれる子だったんで、うん、他の人よりは2倍ぐらいちょっと感情が入るかもしれないですけども、うん、そうですね、そうですね、にしてもですよね、うん、だからもうね、なんだろう、もう過ぎてしまったことをね、ちょっと僕がどうこうできる問題じゃないと思いますけど、うん、そういう DM をもらったので、うん、返信をさせてもらったんですけど、はいはい、まあ、ちょっと返答がちょっとないのでね、うん、ちょっと心配ではありますけど、心配ですね、うん、なんかできることはないかななんて、うん、別に技工士辞めても全然いいんですけど、うん、なんかそういうね、会社を勤めることがトラウマになってしまうんじゃないかなとかね、うん、ちょっとそういう心配もちょっとしてるんで、うん、そうですね、はいはい、だからね、こう言ったからといって、うん、まあ、無理にね頑張って会おうなんて思っていただかなくていいと思うんですよ。全然全然、そうそうそう、うん、そんなことしなくて全然構わないで、そうですよね、はいはい、だから本当になんかね、うん、もし本当に他に頼れるところがないというか、うん、もうこういう愚痴も言うところがないみたいなね、うん、そう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 、そうであれば、うん、もう全然この助使っていただく話をね、うん、聞くだけでも行くんで僕は。そうですね、はいはいはい、愚痴でいいんで、うん、勧誘とかしないで大丈夫です、安心してください。そうそう、なんか無理にね、ぎこちやらせようとかね、そういうのじゃなくてね。ないですね、うん、はい、なんかなんだろう、そういう人の意見を取り入れていけば、うん、ね、こっちも今後やり方とかをいろいろ考えられる一つの材料になりますから、うんうん、そう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 、うん、本当にね、そう、そういう方をね二度と生まないっていうところでね、うんうんうん、あんまり聞かないような感じだったかなって、正直ね、うん、今回の話っていうのは、ほうほうほう、普通だったら、うん、もう夜遅くまで、うん、この仕事量でとか、うん、休みなくてとか、うん、なんだろうな、理不尽なことに社長に言われて、うん、これやれあれやれ言われてとかね、そういう愚痴だったらね、あ、まあ確かにね、なんかこう しっくりくるっていうか、うん、よくあるんですね、そう、よくあるよねみたいな話になるんですけど、うん、ちょっとそういうレベルってなかったんでね、そうですね、はいはい、そういうね方もしいたらね、そうですね、またそ声を上げてもらえればね、うん、不安に思ってる人たくさんいると思うんで、そうですね、うんうん、コメントでもいいですし、うん、あんまりねみんなに知られたくなければまた DM でもいいのでね、うん、そうですね、はいはいはい、うん、またくれれば、はい、僕の方で意見言わせてもらいますし、うん、会いにも行くので、うん、またください。そうですね、はい、なんかそういう方たちもね、うん、こう集めてたじゃないですけど、うん、いろいろ聞ける場を設けられたらなとは思いますね。そうですね、うん、なんだろう、こういう業界を変えていく、いくためにも、うん、そういった意見っていうのはすごく大事だと思うんでね、うん、集まれればいいななんて思います。そうですね、はいはいはい、ということで、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。